昨日中毒様のメディア マジですが さあもうすでに勝てない勝てないと悲しい声が上がっているが、昼は中毒者ツッチーさんが出てきたんですが、まあ当然のように出てくるワルケンさんのワイケンという形になっております。まあ正直キャラさとかは分からないですけど、この反応を見るに今うんって感じでしょう。さあ1回戦となりました。勝っても負けても次はありますが、まあかなりいいカードですね。おーっと続きのシークレットガーデン。さあ空中直が足払い、タチ系の判定で足払いを返していった感じ、スタホっぽい。さあここで中断通して針を回収しつつ、キースここをガーキャン展開。ジャンハイジャンペースがすり勝って、画面端マエピーヨウザンジャンエス針を投げて空中投げ、中央に向かうが畳返し、頭死んだ、デストロイされた。けどどうするこれ、けどお前しかないじゃんな。さあジャンエスジャンに畳返し、ピキエスツラネサンズ足払いタンデム金 2K2K から広い。さあ前転、さあお互いにガーケン投げを警戒しているが、空中投げヒット、さあ銀バーサーと思ってジャーハイそのままヒットしてしまう。さあ気合の針、じゃんけん引っ掛け、じゃんけんじゃんエスじゃんハイじゃんハイじゃんハイから金エス入れが失敗、ぐぐっと前に出て空中ダッシュ。さあお互いに大きなダメージはないが、ここでガーキャンバックヒット、大きなダメージを取っていくジャンエスジャンディ、畳み返しからコパンニケ前ケース、ウィンガー拾いはできないが、キングオーストー釣りだったのか、コパン拾いジャンハイジャンディはない、足払い2ダメヒット4参戦、体力が残って空中投げまだわからないぞ、バトル結構高い。さあ空中の滞在時間伸ばしていったらダメ、さあ前見たいく見えていたジャンディジャンエスジャンハイ KDD 落として前ハイからタイム4は奪って前ビー前ハイ届かない、針から返して前ビーカウンターヒット、おいしいぞ、できなかった。さあそして1点バイケンが画面端に投げてダッシュ芝居通る、畳み返しマイピーダッシュを止める S カウントヒットはバレなかった、ヨウザンは空中だぞ前転、エンゲス2敗からプリティメイズ KPPK としっかり決めて先方戦勝ったのはキルア中毒者のメディア。あと7分しかねえや、大丈夫かな。さあそして出てくるのは塩酸のスレイヤーです。悲鳴が聞こえますが、さあ本日から始まりました、土曜日のフリープレイ、本日は30人近い、参加者の皆さんがいてくれてよかったですね。まあ毎週とりあえず土曜日、1時から6時まで、あ、北斗の大会やる日は5時までですね、行いますのでよろしくお願いします。あ、嘘、マンさんちょっと実況頼んでいい、この間だけ、この間だけ、拍手、お前よく頑張った。あれ、今やってるのが塩酸かな、
エンサムスレイヤーシャーケータンデムガードしてアンプレ当ててからこかして、さあ中段しっかりガードシャーケー重ねてからジャンプ逃げる、中央逃げてキンバー当たらず、シャーケーヒッター、シャーケーロッケーヒット、まあ大丈夫、投げられてキンエッシュ、エンエッシャーが入るか、バースト警戒はしなかったと。とりあえずまだお互い体力はイーブンぐらいだけれども、結構針がない立ち回り、さあどうする、立ち系足払い、おっと S タンでも暴れつぶし、さあどうなる、ジャンリーゲージがあるのはスレイヤー側だが、体力的には勝ってるのはミディア、さあジャンケン引っ掛けて一発当たればいいという、このメイの人は誰だったの、あーキルアね、さけさあエリアル、本当に本当に俺頑張っちゃおうかな、ジャンケン立ち消え足払い、あ岸高終わった残念です。じゃあ俺行ってこよう。マンピーやばいなこれ。あかんよこれは。サクッと終わってしまいました。ゼロ人でした。いやなんかね、つか無理無理、やっぱ仕事中はねやっぱ集中できないってことで。皆さん一生大会中集中できないじゃないですか。いや俺はもうプロよ。集中できないでプロよ。うっせえよ。うっせえ頑張れよ次。さあちょっと初期の皆さんがいなくなってしまったので、まあとりあえずこの試合が終わるまで、さあ試合の方はモチブリジット対するキルア中毒者ミリア、ジャンディ落として、ここはタンのキンバーソー、しかし空中出して戻ってきたジャンプに引っかかる、さあ空中でふわふわ浮いていたが、そっから無理やりコンボを持っていき、ダウンまで割れて、これは戻ってくる、2敗ジャンディ、ジャンケジャンディ、ジャンディ落としてからの置き攻め、2K 2K 刻んでいくが、ジャンハイヒット空中投げ捉えていって、キルア中毒者ミニアがリーシュか、さあ落ちぶりじと攻めていったが、この空耐久、そして空中投げ食らってしまって、タンデム戻ってきて、ジャンハイ表はガード、ジャンハイ引っかかるのが痛い、ゲージが溜まらない、引き戻し、さあ後ろ設置、前に転がっていって、高く高くノンブレイクを投げているのはブリジット、さあジャンピー今度追い返す、インガーのマイピー勝っている、しかし戻ってきて、ここはちょっと待ったか、ブラストを読んだか、2K 足払い、アウフィアン、エンエス、さあ普段にドブリジットしか見ていないのですげえ動きに見える、ジャンディ落として、スターシッパーを決め、ジャンケここは 2K を潜っていく、さあ置き攻めはいけないが、キンバーファスト空襲投げ、さあここは粘ってもチブリジット、取り返す、さあ空襲投げで捉えてダッシュ、ここはマイビー返すね、ジャンディ見せ先端が深い、さあシークレットガーデン生成成功だったが、触りにいたブリジット逆に投げているミリア、画面端追い込んでいくか、ピーピー刻んで
マイビー総裁、それ後ろ反転があったらコロコロ強いな。うわーっとバチが引っかかりいったか。ジャンプ系めぐりに距離を取って、さあどうなる、わからない、速い、そう、他にゲージはないが、立村リエブリッジとか押している。さあキックスタート停止、空中で捉えて画面端、さあ投げていったミリア、着地からもう一度通してタンデム、タッチピン広いからジャンディ、これゲージがないのに打ってしまった勝ち感じ。追いかけてのキンバースはダメ。さあちょっとお待ちくださいね。あ、試合の方は開始しても構いません。さあ B 番前の呼び出したいんだけど、バタコはあたり暇じゃないですか。バタコいるか。ちょっと結果をさ、俺のとこ書いといてくんない。さあ試合出てくるのは、たまにはアリス・ジョニー対モッチブリッジとのチームメイト対決ですね。攻撃の、さあちょっと脇を取りつつなので、はい、じゃあ行きましょう。さあもうブリジットがもう体力めっちゃ削って、あ、やべ、スタートできてない。マイケルカウンター、あーっと勝ち失敗。さあブリジットが粘る、さあじゃあね、 B 番台ね、3番呼んじゃうか、うん、3番まだ終わってない、終わってないね。じゃあ B 番台で負けトーナメントいきます。6番、あ、できねえや、3番とか、あ、できる、3番 AGF さんのチームとバタコチーム B 番台で負けトーナメント1回戦いきます。さあ空中コンボ端まで追い込んで、隠しじゃ来といて、ちょっとまだトーナメント表の方に書き込んでないんですけど、ちょっとお待ちくださいね。とりあえず呼び出すだけでちょっと待機で。さあジャンフェイ届いた先端、さあそしてここでリーチとなったサトゥージョニー、さあアワースを返していく、さあ引き戻し、あれが少ないが、円安しっかり通常技の宝飾に差し返していく。さあ超テイク空中内が前です、どこですか。これやっぱ無理っぽいですね。しかしグージがある状況を捕まえに行ったが、ケツ俺の名は逃げる、しかし、はい、さあ、モチベリストが取り返し、大将出てくる樋口村の村長、あ、バタコさ、下下下、俺らのとこ書いて、で、3番じゃん、俺らのとこ、あれ、あ、ごめん、俺ら4番だった、ごめん、AJ さんのチームじゃねえや、次だ、次、ごめんなさい、間違えました、俺が数字間違えた、3番は、あれだ、ツサンのチーム、あ、ツサンのチームだ、そうですね、ツサンのチームと、AGF さんのチームが負けトーナメント0回戦ですわ。そう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 、これで書いてないよね、ジュンさんのチームとか、うん、3番書いてない、ツサン
のチーム B 番内で、お願いします。負けトーナメント0回戦それ。あそこに書いて、その3番だから、うん。え、なんで5番に入ってんのそれ。あ、それ5か、5と3違う。あ、また違った、ごめん、ツーさんのチームまた違った、ごめん。ちょっとね、この試合は俺はまずちょっと数字が見えない、目悪くなってるっぽい、俺は、間違えた、ちょっと待ってください、ごめんね。とか言ってる間に切り島村村長が何もできなかったっぽいですね。さあ逆三歩でリーチだ、もうチームリーチと、まあ、この試合は俺はね、とりあえず待ちましょう。さあ足場で差し込み、村長も意地を見せる、よいしょ、2系からハンマー、エンギルス動かせない。さあ上に飛んで2杯、コパン2杯、ジャンハイは軌道を合わず、3枚設置、2系と刻んで、ここハンマーヒット、装填カナハゴーイング、たくさんもの投げていくが、その投げてない、いや食いしょげ。さあここはうまいがいに円安に対してドリルをかみ合わせていく。そうですね、 B 番台分かりました、 AG オフさんのチームとレイド君のチームです。 B 番台負けトーナメント0回戦。さあこちらシュー、さあここ前に入るからブリーバックストップに引っかかってしまう、そしてそのままコンボへ、上空に設置、スターシップのマキャン、軌道がやべえ、しかしファーストが投げて画面足、スターシップ後ろ設置、円安を差し込んで勝ったのはチームリスト、逆三歩で勝利です。おー、ブリジット。